おつかます。おつかます。いや、おつかます。おつかますでした。はい。ダンスのね、バターが終わったとこでございます、今日は。疲れた。いや、ね、マジで疲れた。いや、でもめちゃくちゃ良かった。良かったね。かっこよかったよ。新しいことだから余計疲れたりとかね、うん。サッカーやってたけど、そういう感じの体の動かし方じゃないから、余計やっぱしんどかった。もう途中、頭パンパンだもんね、もう。はいはい、パパです。今日はちょっと僕らの時代みたいな座談会スタイルでねお届けしてますけど、いやいいと思うよ。あんまりだって椅子に座って喋るってあんまりないよ俺。どうだった初ダンスは？楽しかった。だから、まあ、教えてもらえるのも嬉しかったし、自分がそれを踊れるのがこう鏡で見えるのがちょっと嬉しいなと、楽しいなと思った。そんなでっかい鏡をさ前にすることってない。ない。確かに確かに。マジでない。なんか S とかパンちゃんはさなんか見慣れた光景だけどさ、一般の人はね恥ずかしいもん、ちょっと最初。恥ずかしさはあった。ちょっとわかるな。もうその感覚は、まあ、なんかナルシストみたいだけどなんかないな。今はね。そう確かに。慣れだろうな、うん。なんか会話も鏡越しでさしちゃわない？するね。鏡見て目を合わせちゃう。普段練習するとき、普通はこう顔、体向けでさ、あ、そうだよねって喋るんだけど、うん、結構多分ダンサーの人とか、まあ、この見慣れてる人は鏡越しに喋る。確かに、それ新鮮だよ、まず。めっちゃ新鮮だった、ね。なかなかないよな。あと、擬音マジ多い。N3、N4、N もちょっとなんかね、もうなんか難しくない。はい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 。そう。攻めの取り方で。グラーね。僕らの出会いですか、じゃあ。急に入ったけど。そのテーマ話そうかとは言ってたけど。ああ、出会いか。いやいや、俺が問いかけてないからね。俺とひーくんとパンパンゴリは、あのターメン同じ年だけど。そうなんだよね。直太郎だけは1個上なんだよね。実は。3個下 ?3? うち3個下か。ちょけれてる、ちょけれてる。いいよ、いいよ。ちょけてる、ちょけてる。パンパンと太郎はあのダンスつながりでね、うん、部活が一緒。ダンス部の先輩後輩だったね。そうね。っていうのはある。高校一緒。うん、で、俺とゴリが、まあ、高校が一緒。うん。うん、で、まあ、俺とパンパンは中学が一緒。そうね。でこのひーくんっていうこの男がですね、このね、謎の存在なんですよ。つながりが謎すぎるんですよ、うん。多分みんな思ってるんじゃないかなと思うけど。はじめましてはどんな感じだったんですか？パンパンの行ってる高校と僕が行ってる高校って結構近くて、あの地域的には。はいはいはい。パンパンの高校の方にいた友達と同じ大学に俺が進学をして、なるほどね、大学でそのパンパンの通ってた高校のやつらと遊ぶようになった。そこにパンパンがたまたまいて、はいはい、そこが初めての出会い、はい、パンパンと。で最初はね、サッカーでちょっと一緒にやるぐらいで、あ、はいはい、そんなね、飲みに行ったりとか、はい、出かけたりとかも全然なかった。そうね、全然だよ。そうね、確かに、はいはいはい、飲んでも大勢が多かったしね、うん、少人数で飲むってことはなかった。近い感じではないというか、その時はそうだね、はい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 、パンパンの通ってる高校のやつらと遊ぶようになったのは、まあ、俺が急にスノボーに行ったりとかした、うん、仲いい高校連中で行ってるところになんかまあ知らないやつがポンって一人入ったみたいなのが、ね、結構そのみんなとの初めましては結構そこが強かった。その前から会ってはいるんだけど、うん、まあ、密に、まあ、スノボー終わった後に飲んだりとかしたのは、はい、まあ、そことかは結構最初でかかったかな。その時からこんな感じだった。その時からこんな感じ。いや、こんな感じだったね。あの夜、そうね、トイレットペーパーぐるぐる巻きにさせられて、あの廊下歩いたりとか。スノボ泊まり行った時ね、その印象めっちゃ強い。トイレットペーパー男みたいな。そうそうそう、やられてたよな。アホや。これひーくんの、まあ、初めましてか分かんないけど、あのカラオケに行ったら、あの上裸の男がゴールデンボンバーのめめしくてさ、俺やばい男いるやん。いや、お箱よ、お箱。俺やばいやん、ね、最近見ないんじゃない？最近ね、カラオケに行けてない。確かに、まあまあそうなんだ。お箱はだって今桃色クローバー、桃黒もね、桃黒か、ココナッツか、ココナッツ、確かにココナッツと 1000% ラブはまあ俺のそうだ、もう彼らの歌ではない。俺の歌と、お前の歌でもいいこと。もうちら界隈であるあるだけど、原曲を知らないってあるあるだよね。いや、そうなんだよ、めっちゃある。本
家の聞いたことない。俺マジでマジ 100% ラブ。俺マジでないの。ないないない。じゃ直太郎とじゃあひーくん覚えてない。覚えてないんだよね。でもうちとひーくん出会ったのはマジここ多分2年。あ3年以内、うん、あ、そんなそれこそパンパンとツータンと普通に飲みに行ったら遊ぶようになったの25、6とかだったの、うん、そうだよ、だって俺が退院してからあのヒントと仲良くなったの、うん、確実だからツータンがこう、まあ、闘病してたっていうのは正直あんまり分かんない俺は、うんうん、そうだね、ノートとかも見てああこういうのあったんだって思ったぐらいの動画を見て、ね、カラオケとかなのかな、それこそそうだよ、まあまあ、全裸を見てたね全裸全裸裸で踊ってるのを見たのが初めてぐらいは、まあ、カラオケで多分あったのが初めてとか、そうだね、そうだね、その印象がめっちゃあるんだよな、うん、ここはもう最初から仲良くしてもらってたな、うん、高校時代から仲良いんだ、遊んでたよね、遊んでたの、俺高1で高2で、はいはいはい、もう遊んでたし、めっちゃ遊んでたね、あの時ね、寿司食べ、なんかくら寿司、100円寿司とか、はいはいはい、だな、はいはいはい、誕生日連れてってもらったよね、しかも、あ、そうなの、もう一人ね、この直太郎の代の男の先輩がいるので、うちの超仲いいダンス部で一緒にやってた、そう、同級生がいて、で、そこ3人仲良かった、そう、3人で、可愛がってたっていうと、なんかその先輩面みたいな感じで、全員仲良くて、パンちゃんの誕生日に遊園地のチケットを用意してたの、もう一人の男友達の家に3人で泊まって、まあ、前日から日付変わる時におめでとうってやって、じゃあ明日はまあサプライズで出かけるから楽しみにしててねって言って3人でめっちゃいいじゃん、いいでしょ、練習じゃん、すごいここまでここまでよね、あ、こうだ、続きがある、なるほどな、でみんなでこう布団についてじゃあ早めに寝ようって寝ようとしたら、明日さ、どこどこ遊園地で誰かと会ったら面白いねってうちが言っちゃったの、あっ俺は知らないわけよ、明日どこに行くのか、うん、えやばっ、なんでどこどこ遊園地って言ったんだよ、やばっ、えってなって、うわーボロ出ちゃったよ、サプライズ大失敗シーンってなったよね、そうだよ、パンちゃんも聞かなか、ネタ振りした方がいいのかタロって結構まあ、うん、そのスケジュールしっかり組んで、はいはい、全部それやってくれるイメージだから、失敗とかなんかあんまりないボロが出ちゃうというのもね、ボロ出しちゃう時あるボロはあるな抜けてる時たまにあるしっかり者でね、やろうとしてんのにやっちゃう時があるしっかり者でいたいんだ、キャラ的には別にそういうわけじゃないんだけど、本店ベンチのこのメンバーの中ではやっぱりこうお姉さん的な感じでいたいとかあるんですか、いや、ない、別に言わない後輩から先輩先輩ってされると仲良くなれないんだよね、あそう、線が一個できちゃうというか、そうそうそう、壁に感じちゃうのか、そう逆にもっと自分からグイグイ行けばいいんだけど、こうやってなんかタメ語とかで来られた方がこっちも気使わなくていいというか、仲良くなりやすいというか、ね、そうそうそう、周辺の先輩の中だと太郎は一番タメ口使いやすい、だからパンの2はプンは俺敬語だもん全然、おあここはまあカツタンは多分タメ口かな、うん、そうだね、うん、そうだね、そうだね、同性か異性かもさでかくない、結構ああ確かにそれは異性の方がさ絶対あると思うよね、うんうん、男は特にそうかな、男の先輩って先輩ってなってる時もさ、うん、そうだね、そうだね、はい、うん、行きにくいよね、うん、そうだね、縦な感じ、確かに、うん、これからもっと仲良くなろうな落ちたねこれからもっと仲良くなりますお疲れしたお疲れ様